今、木原副長官の大スキャンダルは出ています。露木警察庁長官が出てきて、やましいことはない、などと変なことを言っています。安倍晋三、政権のひどすぎる、豚うんこのような悪事の企みが思い出されます。デモクラシータイムスの増美さんと山田敦史さんのお話をちょっとだけ聞きませんか？のかっていうことと合わせて、ちょっとあの頃のことを思い出してほしいんですけども、ですか、黒川さん、黒川さんってだって、まあ、安倍政権の、なんていうかな、お庭番ですね。要するに全部、スキャンダルっぽい話はみんなもみ消すとか、やばい話はすぐ通報してくれるとか、ね。そういう、ある意味で検察権力に、こう、放たれた安倍さんの手先だという、しかも大物の手先だというね、話だったわけですよ。で、この人が、ずっと検事総長になってくれた方が、安倍内閣安泰だと思ったんでしょうね。この人は本当はもう定年で辞めなきゃいけないんだけど、この人に限って定年を延長するみたいなこと。とんでもなかったですよね。だからこれは明らかに、もう安倍政権が黒川さんを無理無理検事総長にしようというふうにしてると、検察は受け取ったし、世間もそう見た。検察は、そんなことまで、ね、いちいち官邸に、検察内の人事に首突っ込めては困りますよと。我々は政治家を挙げることが必要な仕事なのに、そんな時に政治家に飼い慣れされているような人にね、最高権のポストを与えるわけにいかないという話があった。なんていうか、警察じゃない、かなりね、だから安倍政権って強引なことやったんですよね。で、そういうことに対して検察としては、俺たちの庭で勝手なことするな、みたいな話だったわけだ。そうね。というので、思い出していただくとこんな格好なんだけど、まあ、ざーっと見るとわかるように、安倍さんの政権の時、黒川さんが重鎮であり、まあ、中村さんとかそういう方たちが幅を利かせていた人、ね、伊藤詩織事件をもみ消した人ですよね。そうですね、というような方たちがこう暗躍していた時期に、冒頭で述べた木原さんの事件も挟まっているんです、なんかさ、すごくこう本来捜査とかそういうものって何粛々と中立的に公正に行われていなければいけなかったはずなのに、まあ、そうでないこともなんとなくわかりますけどね。でもこれちょっとねじ曲げが過ぎることがいろいろあったんじゃないのかなっていう気持ちがする、いやだから日本の警察ってね、いろいろその